校舎では神奈川県内にキャンパスを持つ大学と連携、大学ごとの専門性を生かしながら若い担い手と地域の方々との連携による新たな取り組みが今始まっています。神奈川県厚木市にある緑ヶ丘団地は1960年代に総戸数1365戸の住宅のほか、独身寮、商店街、小学校もある大型団地として開発されました。開発から60年以上が経った今、社宅などが取り壊されて一戸建ての分譲が行われるなど、団地に新しい入居者層が入ってきています。一方で、当初からある校舎の賃貸住宅などでは高齢化が進んでおり、世代を超えたサステナブルな地域コミュニティ作りが課題となっています。2018年、校舎は緑ヶ丘団地からおよそ 2.5 キロに位置する東京工芸大学と連携協定を締結。大学が有するテクノロジーと建築、デザイン、住環境の専門知識を活用し、新たな住まい方の検討や学生が実際に団地に居住することで多世代が混在する地域コミュニティの活性化を目指しています。ミドラボと名付けられたプロジェクトでは、学生ならではの視点から現代アートを用いた PR 活動を行ったり、より良い住環境を求めたりする取り組みを進めています。この日、建築コースの学生が取り組んだのは、校舎の所有地内に新たに遊歩道を作ってみる社会実験です。この辺りは歩道がなく、歩行者と車が同じ道路を通行しています。住民の動線を変えることで安全性の向上だけでなく、生活者に寄り添った環境を作り出し、コミュニティの活性化をもたらす効果を生み出すのではないかと学生が提案し、今回実際に実験をしてみました。あらかじめイベントを告知することで、お住まいの方の生の声を聞くことができました。でもここを歩くことがないじゃないですか、普段そっち側を歩くから、うんうん、そうですよね。なんでここをまあ歩道ができたら歩きやすいのかなって思います。この計画には賛成か反対かで、この間見た時はいいなと思ってね、あ、やってくれるんだなとゴミの教師だけじゃないよ、もうこういう若い学生さんたちが関心持って声かけてくれるのはすごく住民として嬉しいことで、一緒になんか協力できたらいいなと思いますよね。この連携を結んだ校舎にはどんな狙いがあるのでしょうか。学生さんと、まあ、もちろん先生方もそうですけど、そういったアカデミックな部分をうまくこう活用していただいて、発揮していただいているなっていうのは感じますね。最初その大学さんと連携をして、まあ、何かやろうっていう具体的な目的があったわけじゃなく、まあ、団地の中でできることをやっていこうっていうふうに始めて、今改めてちょっとずつですけど、こういった遊歩道のプロジェクトとか形になるもの、少しずつ積み上げてですね、まあ、住民さんとより良いこの団地の中の暮らしっていうのを目指していけたらなというふうに思っています。より住みやすい環境を提案する学生と、それを求める居住者、校舎の賃貸住宅だけにとどまらない団地全体に新たな魅力を創造する可能性が生まれました。やっぱり学生じゃ気づかなかったことっていうのも気づかせてもらって、子供がいない年なんで、お子さんがいらっしゃるとやっぱりその公園の利用の仕方がやっぱ変わってくるっていう話がすごい印象的で、この環境に積極的な方が多くて、すごいこっちとその意見をもらいたい側としてはすごい嬉しいなって思いましたね。このコミュニケーションがもっともっと発展して、それが緑ヶ丘をより良い環境にするっていうことに期待していきたいなって思ってます。実際 のフィールドの中でいろいろ制作をしたり、そこからヒントを得たりしながらものづくりをしていく、そういう意味では自分たちが提案したものがどういうふうに人々に受け止められていくかというようなことを生で体感できる貴重な経験だと思います。校舎は
大学との連携協定を機に緑ヶ丘団地に団地活性サポーター制度を導入しました。学生が団地に入居すると家賃を割り引く代わりに学生は自治会活動や地域活動にも協力し、高齢化が進む団地の地域コミュニティの活性化を担ってもらう制度です。サポーター制度っていうことで、まあ、その地域活動をしていただくことを代わりに、まあ、その家賃を減額いたしますよって制度にはなってますけど、まあ、それがきっかけとはいえど学生さんも実際住んでみたら結構いろんな経験ができてよかったっていう声も聞けたりするので、まあ、校舎としてもあの学生としてもウィンウィンの関係になってるのかなというふうには思います。緑場は団地の集会所で学生が主催する住民参加型イベント、ミドラボの一環として月1回を目安に行われています。仲介所を使ってスマホ講座とかちょっとボードゲームやって遊ぶ場所とか作ってみたいなのをやってます。ミドリバやっているちょっと試みなんですけども、その時のポスターの作りだったりだとか掃除したりだとか今のところはそんな感じです。夏休みには子どもたちを対象にしたスライム作り体験と高齢者向けのスマホお悩み相談会を開催しました。スライム作りでは学生と親子で絵の具を混ぜながらそれぞれ好きな色のスライムを作りました。スマホお悩み相談会はスマホに慣れない参加者が学生に詳しい使い方を教わっていました。なかなか大学生と触れ合う機会もないのでこういう場を設けていただいて子どももすごく嬉しくて、昨日はなんか明日はスライム作るんだって言って寝れないとか言ってました。スマホ買ったばかりなんです。それでちょうどよかったんですよ、教えてもらう。助かりますよね。私ほら孫も娘もね、いない近くにいないから、助かります。子どもたち相手なので、まあ、教えるのがとても言葉選びだったりが重要でとても難しいなと思いました。でもまあ子どもたちに喜んでもらえたのでとても良かったです。子どもがいたりとか、まあ、年上の方がいらっしゃったりとか、自分自身もこういろんな年齢層の方と話す機会が増えさせてもらったことによっていろんな方とこうコミュニケーションが取れるようになったなっていうのがすごい成長したなというかやれるようになったなって感じたことです。茶屋道さんは実は東京工芸大学の卒業生でこの連携の発案者です。校舎と大学の橋渡し調整役として連携協定を実現させました。当時校舎の中でもそのいわゆる大学連携っていうのがスタートし始めの頃でもあったんですね。でそういった時に僕が卒業した大学の近くにも校舎の団地があるっていうところから、じゃあなんか僕も大学連携とかなんかやってみたいなっていうので当時の課長に相談をしてトントン拍子でつながって大学連携のスタートを切れて、浦賀とか他の、まあ、団地活性サポーターの活動とはまた一味違ってよりものづくりだとかアートだとかそういったところからアプローチするっていうところが、まあ、このミドラボの特色であり他との間違いかなっていうふうなところですかね。まあ、今やっぱりそのインターネットとかが普及して割とその個人で一通りの物事が完結するような形になってきてるかなと思うんですけれども、対話を通じてなんか触れ合う機会っていうのはすごい大事かなと思っています。なのでまあこのサポーター活動の中のまあ緑場っていう一つのコンテンツを通じて交流をする機会をなんか生み出していけるのがいいんじゃないかなというふうに思います。地元にある大学の特性を生かした教育・研究プロジェクトミドラボ、校舎と若い力そして地域住民の交流が生み出す新たなコミュニティによってより住みやすい団地づくりを目指しています。